皆さんどうもこんにちは。コーナーブラザーアンサンブル部 KBE2023 中学バンドです。1曲目 Love is here to stay をお送りいたしました。ソリストはオンアルトサックス和崎貴博、オントランペット本田龍之介。今回は、塚口駅前イベントということで、塚口にお呼びいただきありがとうございます。さらに今回は、塚口テイクアウト祭りということで、駅前広場でお弁当を販売しているので、商店街の味を楽しみながらジャズをお聴きください。ではそれでは次の曲に参りたいと思います。続いては中学2年生のバンドでお送りいたします。タンジェリー。紹介します。オンアウトサックス伊庭清樹、オントランペット東島組。次の曲まで少しお話しするんですけれども、今回僕たち塚口に演奏に来るのが2回目でして、去年も、ここに演奏しに来たんですけれども、去年僕たちが来た時はまだ屋台とかがなかったんですけども、今回はいろいろな屋台があって、どれもこれも楽しい感じがとても伝わってきて、皆さんも屋台でいろいろ食べ物を買って、いろいろ食べながら僕たちの演奏を楽しんでいただけたらと思っています。僕たちも、この後演奏が終わったらちょっと休み時間的なものがあるので、僕たちも楽しんでいきたいと思います。準備ができたようですので
次の曲に行きたいと思います。それでは中学2年生バンドで2曲続けてお送りいたします。ムーンリバージャスマン。Thank you.
あ、ムーンリバーとジャズマン2曲続けてお送りしました。ムーンリバーのソリストを紹介します。オントラッペット生きどりしこ。続いてジャズマンのソリストはオン・アット・サックス茨城ひろき。オン・トロンボーン森脇ゆうき。以上でお送りいたしました。さてマダム君、初めての MC 緊張しますか？はい、緊張しています。MC やるときからうまくいくのかなって、緊張していました。そう考えると今までやってきた MC で先輩や山田君はすごいなと思いました。ありがとうございます。さて次の曲は軽やかな曲で軽やかな曲で楽しい曲となっています。ジャンプ。Thank you.
ジャンプをお送りいたしました。ソリストを紹介します。やんちゃだけど実は優しい、オンアルトサックス黒田健太。中学バンドのムードメーカー、オンテナーサックス新井ハルト。普段は真面目だけど裏で話してると楽しい後輩、オンギター小林優斗。次の曲で、中学生の曲は最後となりますが、高校バンドが1時半から、ありますので、そちらもぜひ聴いていただけると嬉しいです。準備が終わったところで、次の最後の曲に参りたいと思います。次の曲で最後ですので、先にソリストを紹介します。オンアルトサックス和崎貴博。オントランペット本田龍之介。でお送りいたします。 You'd be so nice to come home to。
ラスアンサンブルベイビー2023主役バンドでした。1時半から高校の部みたいなのも始まるんで、駅前の祭りゲーム楽しみです。また聞きに来てください。この後駅前でテイクアウト祭りされているので、そちらもよろしくお願いします。ありがとうございました。